今回新製品として出てるのは FTM500 ですね。僕まず勘違いしてたのが FTM300 がなくなるのかなと思ってたんですけど、そうじゃないらしいです。200、300、500っていうのが、まあ、同時にラインナップされるみたいで、もうねこのパッと見でまずこの大きいっす。もうね操作性の良さは見ただけで明らかに、200、300とは違うだろうなっていう、まあ、大きなダイヤル、あとスイッチ類っていうことで、まあ、非常にですね操作しやすい見やすいモデルになってるんじゃないかなと思います。でこれちょっとこれ説明してほしいんですけど、なんかこれどういう標準ではくっついてるんですか？そうですね、本体標準では一体型になっていて、ここにスリットが切ってありますよね、はい、これを緩めてもらうと上向きに約20度ぐらい、向けながら運用ができる、うんうん、でこれだけはちょっと足りないよと、うん、もうちょっと押して例えば下向きであったり、うんうん、左右に振りたいよっていう場合には、うん、あたりこれをつけてもらう、あこれオプションですか、オプションですね。なるほど。でこれがここ回転しますので、はい、これで上下左右、ああそういうことですね、できますよ。じゃあこれあれですか、この本体を立てたりしても設置できるんですか？そうですそうです。あの車によっては本体は縦に装着してもらって、運転席はこうあってですね、はいはい、顔をこういうふうにやりたい。そうですね、あのちょっと助手席とダッシュボードの間とかに挟んで取り付けたいっていう人いますもんね。あとはキャンピングカーとか大きな車の方、本体上のコントロールオーバーヘッドにして下に向けるとっていうことも可能ってことですね。なるほど、そういうことも下も向くってことですね。こういうふうにもなるってことですね、はい。あと FTM500 の特徴っていうと何がありますか？まあ、ちょっと今回たくさんあるんですが、代表的なやつを2つ3つ、はい、ここに PMG っていうのがあります。あの従来のメモリーチャンネルっていうのを何百チャンネルもいっぱいあって、うんうん、はい、どれに何が入ってるのかと、そこまでいらないよっていう方ですね、車のカーラジオだと思ってください、うんうん、5チャンネル分だけプリセットができるんです、うん、あ、はい、ここちょっとちっちゃいのつか見えますかね、一個一個周波数が入ってます、うん、あ、はい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 、これをこの5チャンネル分は、まあ、マックスで5チャンネル、うんうん、まあ、3番でも4番でもいいんですけど、うん、マックスで5チャンネル入れてもらうと、ここを高速3巻かけてます。あ、なので、実際に例えば 145.1 番、まあ、例えばメインの方は今430W してると、はい、すると5.1でバーが当たって、はい、サブの方で受信を開始するという機能なんですね。じゃあ常にその5チャンネル待機してられるってことですね。そうですね、ぐるぐる回ってるっていう、めっちゃ便利ですね。これなんで、まあ、僕なんかはあのアマチュアバンドじゃなくてエアーバンド、うんうん、の例えば関空だったら関空のグランドだったり、はい、タワーだったりデパーチャーってここ全部僕埋めといて、はい、でスキャンかけながらよく運転してるんですね。じゃあもう航空機が次のチャンネルに移ってた時も追っかけられる、ね、バーが触れますから、それで自分でピッとずらすだけの、面白い、これ便利っすね。やっぱその辺のじゃあやっぱあの八重洲無線さんってエアバンドとかの受信にも特化してるイメージがあるんですけど、そういうのを意識してこの機能をつけてるんですね。そうですね、まあ、当然従来通り VV のエアの同時ワッチもできますし、うんうんうん、UU の同時ワッチもこの機種もできるようにはなっています、うんうんうん、はい、あとですねやっぱり操作性を今回も上げたいということで、はい、例えばメニューモード、はい、メニューモードもこれ、まあ、見やすくなったとはいえ従来通り百何十項目いっぱいあるんですよね、はい、でやっぱりお一人お一人によって自分が頻繁に変えたい設定ってどこにあるのかなって毎回呼び出すのが非常に大変ということでですね、これもあのパソコンでいうショートカットキーに近い考え方です。8つだけ自分の一番よく使いたい部分をここにショートカットして持ってこれるようになってます。例えばメニューモードで、何がいいかな、録音設定、長押ししますはい、
とショート画面になるので、ここで持ってきたいところに持っていってもう一回押す と書き込まれました。と次回ワンタッチで録音設定がここに持ってこれるってことですね。なるほど。で次回からはメニューを一回出してぐーっと探す必要はありませんよ。そうですね。実際頻繁に変えるセットメニューって限られてますもんね。お一人お一人で多分決まってると思うんですよね。例えば APIS Else やり方あったら APIS メニューだけをいっぱい持ってくる方もいらっしゃる。なるほど、そういうことですね。すいません、僕がいつも八重洲無線操作性悪いとか言って申し訳ございません。まあ、でもその複雑なメニューを、まあ、使いやすく工夫する工夫をこういうふうに八重洲さんされてるということでございます。はい、そんな感じですか。まあ、まだまだ数々いっぱいありますけども、はい、またご興味ありましたぜひお近くのハムショップさんでですね、はい、実機がありますんで見ていただきたいと思いますので、はい、ぜひ、はい、あのデモ機見に行ってください。よろしくお願いいたします。はい、ちなみにハムフェアでは何か新しいものが出るんですか。今のところ情報はないですね。今のところ言える情報はないってことです。今のところ聞こえてこないですね。言える情報はない。そうです、ね、交互期待という交互期待ということです。はい、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。